かなり久しぶりのフォールアウトと言っても1ヶ月ぶりくらいか。これ水どうすか、マップをもうちょっと見やすくしたいな。だいぶねプレステ4のソフトの方も、メトロラストライト終わり、ソーマ終わりで、昨日アーカムシティ終わりで、まあ、あとちょっとバイオハザード7のねその DLC が来てて、まあ、それもやりたいんだけど、まあバイオはあのそんなボリューム的には多分1時間半とかで終わると思うから、まあ来週ね、いよいよだよね、来週からちょっとしばらく1週間以上海外にずっと行ってて、しばらくプレステ4できなくなるので、まああと残りの時間はそうだね、バイオ7の DLC をまあやりつつ、いやフォールアウトやりつつ、まあバイオ7の DLC をまあ終わらせられればいいかなと。でフォールアウトはね、あの気軽にまだまだボリュームはもう残ってるから、ちょこちょこっと時間があるときに、まあコーヒー飲みながらこう目覚ましたいときとかに進めていければいいかなと。何をすればいいんだったかね、次。まあ結構ね、動画の方がもう溜まってきてて、取り溜めしたやつが。まあ一回翻訳挟んでからの方がいいような気もするんだけど、実際ね、ほとんどなんかこう、周りのエリアをぐるぐる探索してるだけで、メインストーリーとかもほとんど何も進めてないし、正直まだいいかな、もうちょっと、まあフォールアウトやるのは、そうだね、来週海外に行くまでの、あと残りちょうど1週間。だね、ちょうど1週間あるから、まあそこで進めて、そしたら一回止めて翻訳した方がいいかな、っていう気もするので、次に確か、前回結構残したことがあったんだよね。あの、ヌカワールドの、ターミナルって読んでなかったし、あとマスフュージョンビルディングとかも行ってないし、まあ本当にフォールアウトの英語はね、すごいジャンル的にも、ジャンルっていうか、幅がすごい広いし、いろんな語彙とかね、単語とかもそうだし、分野がいろんな分野で出てくるから、いろんな単語も新しい単語を学べるし、あとまあ、人の会話とかね、そういうところでもすごい、いっぱいいろんな人がいるから、その人によってこう話し方、アクセントに特徴があったりとか、本当にリスニングの、あ、なんかこういう感じになるんだ。リスニングの勉強にもなるし、すごいね、フォールアウトは、今のところ、かなり俺のなんかこう、まあ英語の勉強の一環としてもすごい、まあ今現状あるプレステ4のソフトの中では一番実用的というか役に立ってる気がするから、まあ来週ね、ちょっとしばらく海外に行く間前にちょっとこうねそれなりにこうためになるような英語がちょっと学べればいいかなっていうことで、ちょっとフォールアウトねやっていこうかなと、ちょくちょくと。まあ、やることもまだちょっといろいろ残ってるからやらなきゃいけないんだけど、ちょっと今はコーヒー飲みながら目覚ましたいのでフォローアウトやりますってことで、まず一回ヌカワールド行くか。ヌカワールドのここら辺のね、市街地がすごい残ってんだよね。だからまあ、とりあえずね、ヌカワールド行きつつ、ここの市街地の部分を埋めていこうかな。とりあえずヌカワールドのターミナル残したから、ちょっと行ってみましょう。で、やっぱヌカワールドもね、マップなしで、闇雲に探索するってなると、ほんと広いからさ、時間が本当にかかりすぎてしまうので、ちょっとヌカワールドのマップも入手したから、マップ見ながら一応そのアイコンがね
ある場所を目指して進んでいこうと思います。とりあえずパワースーツ着ないけど大丈夫かな。パワースーツ着ないよね俺、思いっきりね。ちょっと iPhone 充電しながら行くか。 iPhone でフォロワーとのマップを表示しながらそれを見て、よし。いやほんとマップなしだと、まあその方が探索感が出るんだろうけど、正直もう時間が多分 2,3 倍かかると思う、マップなしで探索しようと思った。ちょっともうすでにだってフォールアウトもう 150時間くらいやってるよね。150時間だよ150時間近くやっててまだメインストーリーも全然進んでないしさ、ちょっとこれはまずすぎるよね。ここになんか建物あるんだよね。ちょっと行ってみますか。その前にオペレーターのところにあったターミナルまず読むか。マップを見ながら、ここ行ったし行ったし行ったし、でここに、これ何？パーラーってなんだっけ？こんな場所あったっけ？で、ここに拠点があるんだよね。その、なんだっけ？デッセポワインっていうギャングの。そうだね。でも今せっかくここに来てるからちょっとここの下になんか建物あるんだよね。マップなかったら絶対気がつかないよねこんな場所。ちょっと行ってみっか。行けっかな。俺パワースーツ着ないんだよね今。ま、死んだら死んだでこれ一応セーブしとけば大丈夫だろう。ちょっと行ってみます。いやーほんと久しぶりだから捜査官とかもだいぶ、武器は10ミリピストルと、プラズマライフルあんのか。レーザーマスケットと、オーバーシアのガーディアンこれ308段にしてるから、確か、連射できないんだよね。うん、え？なんか来たぞ。やっぱりルーモンスターとかいっぱい、って考えたらやっぱりちょっとパス切った方がいいよね、いやこの新しいモニター使ってフォールアウトやるのは初めてだな。やっぱりモニターがでかいとこういうフォールアウトみたいなねソフトは本当に見やすくていいわ。探索とかがはかどりそう。こっちの方がアイテムがどこに落ちてるかとかっていうのはすごい分かりやすいんじゃないか。ここの組織の中にあったターミナルを読んでなかったんだね前回ね。よかったメモっといて絶対忘れてるわ俺これメモってなかったらここの中って俺じっくり探索したっけ？その前に。Understanding the operators ain't hard. We know how to live. The other gangs, dying is more their strong suit. Mags, William, and Lizzie.All you have to do is hear them speak to know they weren't born into this life. But they sure as hell were born for it. 探索してないな、俺たち。よいしょ、怖いよ、こいつ。探索しないな、ちょっと探索するか。一回ちょっと探索して、探索終わったらターミナル読むか。Not supposed to hurt the other gangs. No rule against tricking them into hurting each other, though. ボスって誰？ボスこの人か？違うな。ボスは一体どこにいるんだ。確か確かボスさあ、いたいたいた、この人がボスか。ここの I thought about trying my hand at the gauntlet just to see if I could do it. Waste of time now. No one's stopping your performance. Hey there.
Hope the task isn't giving you too much trouble, Overboss. You're still willing to take care of it? ちょっと一回。ここのレイダーの人たちのミッションを受けてしまうと、本当なんかコモンウェルスの人たちと敵対してしまいそうで怖いんだよな。あ、ここのターミナル読んでなかったのか。ちょっとまず一回ここの中を軽く探索して、だね。探索します。ちょっと早速もうなんかカセットテープとかがいっぱい落ちてたので、ちょっと読みますか。聞いてみましょうか。確か前回探索しながら撮ったカセットテープをちゃんと聞いてたかどうかっていう不安なので、もう一回聞いてみようか。これか。 Persuasion Test。 So this will be test 8of the persuasion formula. Our subject here... What'd you say your name was again? Fuck you, Lizzie! When my crew finds out about this, they're gonna wear your skin! Okay, we're just gonna call you 8. 8, would you please stop talking? Go to hell. As you can see, 8 is currently not receptive to my suggestions. Now...Deploying the formula. What? What the? Hey! Hey yourself. Eight, how do you feel right now? Fine. Good, I guess. Excellent. Now, Eight, I'm going to untie your arm. Okay. Now, Eight?I want you to hit yourself. Hit myself? Please. これ聞いたね、もうね。聞いたからもういいや。ここに確か、ここね、カセットテープ2つとターミナル。ちょっとまずこう順番に聞いていくか。It's your mother.Maggie, it's your mother. I want you to know, your father and I, we take no pleasure in this decision. But at this point, we don't have a choice. You and Bill have dragged the Black Name through the muck for the last time. What they say you two and that Wyeth girl did to those classmates of yours, true or not, defending you both again and again, it's gotten to the point we can barely do business in this town anymore.You two have cost us so much. And are you repentant? Are you sorry? Of course not. Well, we are through defending you. You're going to accept the exile the town demands. You're going to leave Diamond City for good. And you will never, ever see another cap from your father or I again. You had every chance in the world to make this right, Maggie. Well,We are done giving you chances. これがそのマギー、マギーじゃなかった。マギーさんのお母さんからか、今のは。マギー。Nuka World is a trap for fools and an opportunity for those who recognize it. またお母さんから来てるのか。Mother, it's Max. Thank you so much for your tape. It kept William, Lizzie, and I.Very entertained during our time in the holding cell. We found the part about refusing us our inheritance particularly amusing. Because that money is ours. Years we spent under your thumb, trying to be the perfect little dolls you always wanted. Both have the scars to prove it. So if you think we didn't earn every cap that's due to us,You're even dumber than I thought. We're coming for those caps. And there's nothing you can do to stop us. Expert. That's it. Discipline のメンバーについてのなんか書いてあるんだ、情報が。
Take him on later. Oops. Has a penchant for justice among her own. Wasn't through gloved war. Deception.Any other discipline in the law would likely lead utter havoc. え、ちょっとなんか結構難しい。なんて書いてあるのこれ。結構わかんない単語は。ペンチャントどういう意味だ ?That said has a penchant for justice among her own.ああ、そういうことか。Acted as a stabilizing agent, Monty. Any discipline in the law would likely lead. どういうことか。これは ?True psychopaths, clever, devious.She's a dozen of war. Granted her current position by Nisha, which is a border girl body.Much less likely to turn on her boss. Doesn't appear to have planned to claim leadership. Say boy.See if we might be able to sway him as a contact, but to... Displaced his two predecessor bride. Affiliated. ゲージについて書いてあるのか。 One half of the alleged. Clearly as much as a loop. Seems like he honestly believes in. ホルター、イディオット。なるほどね。だったらこっち側にもターミナルとかいっぱいあったんだよな。読み物が。
これか？これだな。グッ。Hey, I know you are operator and then pack.I saw the way you were looking at me. I'm open for a closing enemy line. Blue hair.これもブルーヘア。何かのサブミッションとかに繋がるわけではない。ここにもターミナルあるんだよ。ちょっと何のターミナル？パーラーエンプロイのターミナル。ファントム。Who live in the catacomb beneath the botching plant, long to find a drink that can satisfy his 300-year-old thirst, due to his horrific appearance and his self-imposed. いやなんか早速フォールアウト始めて、わかんない単語が続出してきてるぞ。やっぱフォールアウトだな。いやー、昨日までしばらくずっとアーカムシティとかやってたんだけど、アーカムシティとかはもうほぼ9割9分もう分かんない単語とかなんて分かんない単語とかほぼなくスラスラと理解できたんだけど、こうやってなんかフォールアウト改めてやってみると結構分かんない単語がやっぱいっぱいある。まあそれだけ質がいいってことだよね、やっぱ英語のね。ほんとなんか広いよね、幅が、ジャンルっていうか。まあアーカムナイトは基本的にまあ、ある一定の分野っていうか、まあ、その部分のしか新しい単語とかも出てこないから、その部分をね、もう覚えちゃえば、あとはもう理解できる。フォールアウトは本当にいろんな科学だったり、ね、サイエンス的なことだったり、地上的なものから、軍事的なものから、すごい広いから、これどういう意味だ？エントラン?self-imposed entrangent from society. His hope of getting his hand on possible until the plant hire the beautiful Christine. The phantom is enraptured by that he hope can unite the two of them together to quench his thirst for Nicole.まあヌカコーラのボトリングプラントっていう場所があるのかな。そこの地下にキャラコンだから地下墓地みたいなものがあって、そこに何かいるって感じって書いてあるね。幽霊的な。 The best retro Nuka house in Boston.A soft drink establishment that she built outside of Boston. She wants to serve all of the local delicious Nuka-Cola 20. But the crusading television reporter who thinks milk is for your body wants to shut her down. It's up to mystery. Half wine at local sheriff to stop the reporter in his truck before it's too late.Kim and her husband Tom work at the local Nuka-Cola plant for coming up with a new flavor, but
Beanstalk War. Over a month, if they don't come with a new members, they're afraid they'll both be fired in turn. Small town is with her southern drum. She moved in with Kim and Tom, looking for a better life in the big city together. The three of them learned that the best labor can come from hard number and science. It's all about happiness, togetherness, and rich. これはまあそんな重要な内容ではないよね。まあ英語の勉強にはなるけど。Weezy lands a drugstore with his decision, where he served a delicious and refreshing cola. His customers love the place, but they are looking for a new flavor. Something catch him in the amazing bowl home. Tension with just started on them. Down.Is in the shop basement. Lo and behold, after missing all the いやーこのカウジュランとかって単語もわかんないな。 It started startled to see a beautiful blue glow. Is this the start of taste sensation that we prepare for this shop to new?やっぱフォールアウトの単語は結構勉強になりそうな単語。これここら辺から関係ありそうだよね。オペレーターの With the cutting stuff, you're going to have to ask all of the stage technicians to perform janitorial work. That means weaving, cleaning dish, fixing mirror, mission to clean up the main dining area. あ、でもこれはまあ関係ないかも。 Before you all can gladly remember that you're all lucky to have a job at all.According to Mr. The Power is one of the, 関係あるか。 One of the more expensive attractions at the park with the worst vista. Turn around. I'm doing everything I can to keep us open. I just... あ、でも、そんな関係ない。やっぱり。 With the Halloween spooktacular coming up next month, we need to strike all the best little looking house sets and start working the quantum of the new girl setWe usually have the set under construction in the. We usually have the set under construction in the backstage area a month before the show. No one has the time. Looks like we are working out hours this week. Come to see for specific. まあでもフォールアウトは本当にターミナル読むときはこうじっくり集中して読めるからいいわ。そうまさ。もう終わったんだけど、そうまでこういうターミナルとか読んでるときに敵が近くに来るとさ、攻撃されて死ぬっていうね、もう。ものすごいストレスだった。じっくりこうターミナルとかね、世界観をこう考察して英語に集中してるときに後ろから敵がね、なんか、あーって来て、そのままドスって攻撃されて一撃死っていうね。まあ、フォールアウトはそれないからいいわ。I know that the best little nuke house in the Boston region also sort of food stomping magical number, but we cannot allow guests to get up on the table and dance. We had far too many people sleeping and falling. If you see a guest standing up any furniture, kindly ask them to be seated. まあいいね。これもそんな重要な内容じゃなかったわ。この組織に関することが書いてあるのかなと思ったけど、そういうのはあんま関係ない。 これはあれだね、完全に、うん、ここの、まあ、戦前っていうか、このヌカタウンがまだ機能してる時にここに勤めてた従業員の人たちが、まあ、書いてることだから、まあ、そんなに重要な内容じゃない。じゃあちょっと探索を続けようかな。こことここ終わったのか、まだこっちの方全部残ってるか、ちょっと探索します。行くためでいいかな。